面白い。ありがとうございます。はい、今日は、はい、何ですか。2人を、カメラずれてるな。こう、これでどう？オッケー。まっすぐこれ。うん、ありがとう。撮ってていいよ。そのまま話していいよ。あ、今日は、あ、自己紹介どんな、いる？自己紹介いる？自己紹介いる？あ、翔平です。翔平です。翔平です。いや、僕が翔平です。僕も翔平です。そんなわけないです。僕が翔平です。いや、僕が翔平です。彼は嘘です。いや、嘘じゃないです。いや、彼聞きません。住民票見ますか？住民票。住民票見ますか？僕が翔平です。え、住民票見ますか？彼の。いや、それは俺じゃん。じゃあ、分かった。じゃあ、俺それは。じゃあ、俺は何なん？いや、洋介。じゃあ、俺は何？洋介です。あー、洋介です。洋介？はい、洋介です。じゃあ、違います。違います。もう翔平です。どうして？これ何このやりとり？翔平です。翔平です。じゃあ自分は？翔平です。自分の紹介は？はい、ということで今回は？はい。今回は、二人用のマーダーミステリーをやろうと思います。はい。何て名前ですか？はい。死の淵ライトです。あ、じゃあ、死の淵リライトです。はい。おーい、しょい。よいしょ。ブンブン。ハロー、YouTube。どうも、翔平です。なんで？あれは、翔平だ。あ、全然すまん。早速、なんかこの、さくらんぼのなんか柄が気になりますね。へぇ、あ、すごいですね。なんか難易度は5中4らしいですね。5中 4!、うん、結構難しいってことですか？へぇー。かもしれないけど、前回の二人用のマナーを見せるときは、なんかめちゃめちゃ簡単でびっくりしましたね。そうです。あれはレベル何でしたっけ？あれはレベル4でした。レベル 4! じゃあこれも、じゃあ面白くない可能性もありますけど。同じシリーズだし。はい、同じシリーズで。どうなんだ。とりあえずやってみますか。はい。これは、対象年齢15歳以上で、プレイ時間が、これ60分。だから1時間で、できますね。はい。で、今日プロの撮影者のね、りょうくんがいるんで。あ、はい、画面の外にね、僕がいますんで、お願いします。いいですね。イェーイ。イェーイ。サクランボ2つですから。サクランボ2つ。死の淵リライトってどういう意味なのね。ね、で、リライトってどういう意味ですかね、まず。死の淵リライト。リライトってなんかもう一回書くみたいな感じやな。うん。うん。リライトはもう一回書く。なるほど。リライト。で、マーダーミステリーの説明とかは大丈夫ですかね。まだ全部それは全部よ。あ、でこう書いてありますね、マーダーミスリー。はい、マーダーミスリーとはこれ読みますね。このここに入ってる紙に書いてあります。はい、物語の登場人物一人一人を各プレイヤーが担当し、その事件の真相の解明とその独自、うん、その各プレイヤーにですね、目的があって、うん、その目的の達成を目指す推理ゲームです。調査や他プレイヤーとの交渉、情報交換が重要になりますが、事件の真犯人もまた、この中に、プレイヤーの中に、うん、いるため、交わされる言葉の全てを信じられるわけではありません。だから嘘ついていいからね。うん、あ、全然。そうそうそう。だから一つの作品、シナリオを楽しめるのは一回だけ。これ、たった一回しかできないです、これ。同じメンバーでは。一人一度しかできないと。そうです。そういう儚さもあるわけですね。なるほど。で、そういう、で、ミステリー小説や人狼ゲーム、謎解きゲーム、TR、なこれ。あ、すごい、あ、そうか、ミステリー小説や人狼ゲーム、謎解きゲーム、TRPG、そういった各、特徴を合わせ持つ、とても贅沢なエンターテインメントです。イエーイ！いいね。っていうことですね。いいね。僕らも20回以上やってるので、プロのマーダーミステラーですから。そうですね。マーダーミステラーですね。すぐわかります。大体。彼です、犯人は。いや、違います、違います。あれも、え？まず、犯人ですか？まだキャラクターやりました。彼やりました。いや、まだ。彼、順番。今日は謝罪会見ということで。いや、謝罪会見ですか？僕やりましたって。いや、それを1時間やるの、それを。だから、ここからですね、やりますか、早速。はい。天才司会者の。はい。坊主が。いや、司会。坊主。司会。最初に司会やりたい言ってやん。言ってましたっけ？なんかなんかトリプル A じゃなくて、ウィンウィンウィン。ウィンウィンウィン。あ、ウィンウィンウィンね。MC が。MC やりたい言ってやん。MC でしたっけ、僕。MC やりたい言ってやん。山本 MC だっけ？ MC やったっけ？とりあえず、じゃあ、ルールブック。はい。いきますか。はい。はい。読んでいきますね。ん？いきますか。はい。概要。本作はプレイヤー一人が各一人のキャラクターを担当するミステリーゲームです。プレイ中は情報収集、カードの獲得と議論によって事件の真相を解明目指します。はい、また同時に各キャラクターは個別の目的の達成を目指します。うん、で、まず、準備します。はい。
この中にゲームシートがありますんで。はい。ゲームシート。そうですね、ゲームシート。ゲームシート。ゲームシート。あるんやなんか。あ、こういうのあるんですね。ゲームシートを敷き、あ、これですね。これです。ゲームシートは。おぉ。見せよ、あっちに見せてあげて。おぉ。これですね。これがゲームシートですかね。はい。おぉ。これを敷いて、はい。ゲームをプレイしていくみたいです。なるほど。なんか人物とか書いてあるんですね。そうですね。うん。人物が、いろんな人物が書いてあります。で、ゲームシートを敷き、カード類を所定の位置に並べます。はい。これを並べるわけですね。ここに並べていくと。なるほど。そっち向けてあげたら、こういう感じみたいな。逆に見づらいか。これでいいか。キャラクターが今回6人いるんですね。6人いると。そうですね。キャラクターが多いですね。こう持ってきて、こう見てみまして。こう持ってきてし。こういう感じで各キャラクターの調査カードを置いていきます。こういう感じで。なるほど。うん。そういうコーヒー、この右後ろの、ここの隙間とかに出てきて、一番後ろの。そしたらこぼれでしょ。ほら、すごい。そしたら両分取りやすい。あ、そうですね。こう取れるやんね。うん。うん。はいはい。で、なるほど。いいよ。で、とりあえず準備をしますんで。へぇー。各キャラクター。いいやん。で、りょうくんやったらどれ選ぶの？そうですね。こっちからこう映しながら、ね、みたいな。はい。こっちこういう感じ。こういう感じですね。はい。おう、そう。やっぱりあれですね。それ映ってるそれ。まあ、カップルの女性ちょっとなんか怪しさを感じるんで、ジュリさん、がいいかなと思いますね。チュリ、チュリか。チュリか。チュリね。チュリ。動くときあのそのコンセントを持ちながらでもいいし、あ持ってるんか。あ持ってます、ね。さすがね。チュリさんが怪しい。なんかこの表情も込みで怪しいかなと思いますね。確かにな。うん。表情全体で言うと全体的に怪しいけど、うん。確かに釣りさんも怪しいな。そうですね。うん。まあカップルやな。そう。何かあるんじゃないかと。カップル口論になってるもんな、秋の親父と。うん。秋のおじ、狸死亡してるけど、狸と口論になってる、草加が。よし、こういう感じで。これ、書いてあるから。そうですね。うん。わかった？終わりました。説明しますよ。各自で共通ストーリーブックを一冊ずつ受け取り、よく目を通します。はい。だから、はあ、共通、あ、これですね。共通ストーリーブックです。共通ストーリーブック。これ読むの？はい、これを読みます、うん。共通ストーリーってことはこれ読み上げようか。うん。ね、これ動画に言うために。そういうのまでいいじゃん。あ、はい。いきます、はい。共通ストーリー。春と秋。二人は、春と秋、どれ？春と秋。ああ。うん。二人は姉妹のように育った幼馴染だ。春と秋映しとく？お、これですね。幼稚園から小中高、現在通っている大学も同じ。ただ、大学の学部だけは違っている。ある日、秋が春をキャンプに誘った。秋のおじが、山奥にあるキャンプ場を経営しているという。キャンプといっても宿泊するのはコテージのこと。春は誘いを快諾した。久しぶりに二人で過ごすのが楽しみだ。10月9日、長い参道を抜け、古い吊り橋を渡り、市の淵キャンプ場に到着した。崖に突き出すように生えている立派な桜の木が印象的だ。秋のおじで管理人でもある綿貫が二人を笑顔で迎えた。キャンプ場には春と秋の他に三人の宿泊客がいた。カップルの草加とつゆり、それからテント泊のソロキャンパー、ホズミですね。春は思わぬ鉢合わせに驚いた。ホズミは大学の准教授であり、
春が所属するゼミの担当者なのだ。へー。秋とは顔見知り程度の関係である。管理人室兼綿貫の住居であるコテージで宿泊の手続きを行った。綿貫には収集壁があるのか、室内には鹿やウサギ、イノシシなど様々な動物の剥製が飾られていた。手続きを済ませた後、春と秋はキャンプ場での時間を楽しんだ。草加が綿貫と何やら口論していたが、すぐに落ち着き、大したことにはならなかった。夕食後、激しい雨が降り、一同は各々のコテージもしくはテントに入った。春と秋はしばらく話していたが、春が眠ったのを機に、その日はお開きとなった。10月10日、事件が起きた。ドアを叩く音で、春と秋は目を覚ました。ドアを開けると、穂積がいた。その顔は青ざめている。何かあったらしい。昨夜の雨は上がっていた。地面はぬかるんでいる。春と秋、穂積、カップルの草加と梅雨里が集まった。なぜか草加は全身が泥だらけだった。なんと彼は桜の木のそばで目覚めたらしい。よほど酔っていたのか、それから管理人の綿貫の姿がなかった。穂積が言った。綿貫さんは亡くなったよ。なんですって？崖下に倒れている綿貫の姿を穂積が見つけたそうだ。綿貫は岩の上で血を流して倒れており、死んでいるのは明らかだという。遺体の位置は崖のそばに生える大きな桜の木のちょうど真下あたり。その桜の木には昨日はなかった謎のロープがかかっているという。この地に慣れている綿貫がうっかり転落するとは考えにくい。まさか誰かに突き落とされた。警察に通報したものの、豪雨の影響で土砂崩れが起きてしまい、到着まで数時間はかかるそうだ。だが、おとなしく待っていられない。もし宿泊客の中に殺人犯がいるとしたら恐ろしい。自分たちで調査を行い、犯人がいるならそいつを突き止めて拘束しなければ。なるほど。うん。なるほど。という感じですね。公開情報一覧の一番後ろの軽くだけ読んでおくしょ、じゃあ、一通り。あ、読みますか。うん、ここに書いてあるってことやね、多分な。うん。春、二十歳、女性、大学生、秋とは幼馴染で親友、周りに流されがちな性格で自分を引っ張ってくれる秋を信頼している。小学校の教師を目指し、教育学部に進学、綿貫を殺した犯人ではない。ん？秋も春が犯人ではないと確信している。新しいタイプやな。何これ？新しい書き方だな。ね、秋、二十歳、女性、大学生。春とは幼馴染で親友。活発な性格で、スポーツ全般が得意。大学では経済学部に所属、在籍している。綿貫を殺した犯人ではない。春も秋が犯人ではないと確信している。春の先生、穂積。38歳、男性。春と秋の通う私立大学で、教育学部の准教授を務めている。爽やかでおしゃれ。春の所属するゼミを担当している。秋とは顔見知り程度。篠淵キャンプ場ではテント泊をしていた。カップルの男性、草加、29歳、男性、営業職。恋人の梅雨里に誘われてキャンプ場にやってきた。ヤンキーっぽい雰囲気、人前でイチャつくほど梅雨里とはラブラブの様子。なんでなのかな。梅雨里とコテージに宿泊したが、今朝はなぜか桜の木が生えている崖のそばで目覚めた。なんでなの。カップルの女性、梅雨里、27歳、女性、看護師、草加の恋人。都会の喧騒から逃れるためキャンプ場にやってきた。おとなしい雰囲気の女性。草加とコテージに宿泊。梅雨里はコテージで目覚めた。なんで。秋の王子、綿貫、死亡。48歳、男性、篠淵キャンプ場の管理人、独身。秋の王子で、彼女と会うのは10年ぶり、気さくな性格で、キャンプ場の宿泊客とすぐに打ち解ける。今朝、崖下で亡くなっているのを、
穂積に発見された。へえって感じなんやな。で鈴木そういう感じですね。だってもう一人いるやん。誰？木下翔平坊主。坊主ね。俺口癖は生えてねえ、はげてるわ。どんな口癖？言ってもないし。いいよいいよ。はい、うん、で、うん、担当キャラクターを決定しましょう。ほうほう。任意またはランダムで独自の担当キャラクターを決定します。はい、うん、プレイヤーの一人が春、うん、もう一人が秋を担当します。お、どっちでした？え、でもどういうこと？プレイヤーの一人が春、うんうん、もう一人が秋を担当します。最初は、うん、うん、か確定してるんや。確定します。どっちか、秋か春か。秋か春か、うん、翔平か。俺も俺も事件に共通ストーリーの内容と共通ストーリーブック、うん、またはゲームシートに書かれた2人の公開情報を参考にしてください、うん、で、春か秋担当キャラクターの選択後、うん、各プレイヤーは自分の設定書を受け取り、うん、内容によく目を通します、うん、意味がわからない用語については、うん、とりあえず読み飛ばしてください、うん、まあ、とりあえず春か秋でも犯人じゃなくて、うん、春か秋をとりあえず選んでその後に次のどれが犯人かってわかるから選ぶってことや、うん、そういうことなのかな。まあいいや、ね、うん、で続きとやつ言ってもらっていい？多分ね、これ秋か春選ぶじゃん、うん、そっからもずっとです。ずっと、うん、どっちかもうそのキャラクターだけ。で、秋春はすごい重要なんやな。重要だから、どっちが犯人ってこと？これはの可能性もあるよな。あるよね、うん、前も多分犯人やと思うけど、この坊主がこちらの、だって反省してるから坊主にしたわけやろ。違う好きでやってます。はい、ブルーハーツが好きで、ブルーハーツのコントよし、リュウはすぐしてこれあるよ。じゃあ、選びますか。これこうやったら、ああ、ありました。じゃあ、春か秋、どっちか決めましょう。うん。じゃあ、俺は、うん。ドゥル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 。そんな大げさに。あれ、こ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 れ、犯人からせる春でいきます。春で。じゃあ主人公っぽい、一番左上にあって、うん、主人公っぽいからこいつが多分貴重な重要な役目ですよ。なるほど、うん、じゃあ僕は秋を。ああ秋ね。え、両君やつ春秋どちらもの理由も教えてよ。これ中身読むの？うん、読んでいい？読みます。ちょっと待って、読むだけって言ってる、うん、もうそのまますぐ読んでいいの？まあ、直感で春ですかね。そう、自分の設定書を受け取り、うん、内容によく目を通します、うん、で、意味がわからない用語があるから、うん、それは読み飛ばして、とりあえず、うん、なるほど、いきます。はい、で、読んでいいよ、はい、今だったらね、リョウ君の感じ話して指示で、なんかこの人犯人ちゃうかとか、うん、こういう考察みたいなのとか。あ、なるほどね。リョウ君の、うん、俺とこうするかなとか、そういう話。あー、なるほど。今のだよ、触ってもいいし、なんかこういうの ね、せっかくやから、考察して。こういうね、ルールブックとかストーリーブックがありまして、で、これでカードをね、引いて調査していくっていう感じですね。で、こっちのエンディングブックとかは、最後まで開きません。これ結構ね、結構見ないようにね。あと、こういうキーカードっていうのもね、結構重要そうなので。まあ、ここで口論してるのもやっぱ気になりますね。綿抜きと、草川がね、口論してるのも。で、もしかしたら春と秋も、結構今ね、どっちかね、選べるんですよね。なんで、もしかしたら重要な役割を担ってるかもしれない、しませんね。秋はおじなんね。そうか、綿貫のおじなんですね、秋は。なるほど。まあ、おそらくですけど、僕の考察で言うと、まあ、この春、秋、どっちかは、もしかしたら犯人なんじゃないかなと思います。で、結構この、まあ、僕も最初は予想したんですけど、このカップル、もしかしたら何か、コテージで目覚めたってね。あと、草花も桜の木のそばで生えてる、目覚めたってことで、何か、
重要なことがあるんじゃないかなと思っています。じゃあまあ簡単にね、こういうまずね、こういうルールブックがございます。でこれはマーダーミステリーするにおいて、まあ、どういう風に進めていくかっていうのをこういったルールブックを使って進行していきます。で、まあ、ここに書いてあるように最初はね、決してね、指示があるまでね、他のところに読み進めていきません。見てしまうとネタバレしてしまう可能性があるからです。で、この共通ストーリームックとございますね。これは、まあ、この1、2、3、4、6人全員共通している情報ですね。で、プラス、例えばこの春とか秋選んだ際に、おのおのしかわかんない情報も載っています。それは、みんなには公開されません。で、このように、調査カードがございまして、今、キャンプ場にいるメンバーと、このキャンプ場自体の、調査したカードがございます。で、このキーカードというのも、このマーダーミステリー進めるにおいて、かなり重要なカードになってくるんじゃないかなと思います。そう、こんなようにね、マーダーミステリーは、こういう風にね、カードをね、調査カードを引いて、まあ、調査を進めていきながら、こういうストーリーブックなどを照らし合わせてやっていくっていう感じですね。これが今回の登場人物です。で、綿貫さんが今回亡くなりました。秋の字、彼女と会うのは10年ぶりだそうですね。で、春と秋は幼馴染だと。もう言われた？うん。早いな。俺はあともうちょっと1、2分かかる。なんか喋っててもいいよ。お。まあ、ちょっともうちょっと言うから。お。結構ね、りょうくんの考察しといてもいいし、りょうくんこういう、今回こういうストーリーで、殺したんじゃないかみたいな、当たってなくていいから、なんかストーリー言ってて。なるほど。予想言ってくる。まあ、僕の推理によりますと、まあ、ここね、綿貫と秋がね、おじで、秋は名医なんですけども、ただま、ここが果たしてどうなのかちょっとまだわかんないんですが、ただここの春、秋、まあ、今回この二人がね、春、秋どちらかね、選ばれるってことで、もしかしたら怪しいんじゃないかなと思っています。で、まあ、先ほど述べたように、この、梅雨入り草科のカップルですね。そもそもなぜ、梅雨入りはコテージで目覚めて、草科はね、しかも桜の木で生えている柿のそばで目覚めたと。だからかなり、なんか、匂いますね。ただま、これが、果たして本当に犯人なのかはちょっとわかりませんが、まあ、結構ね、マーダーミステリー全体的に怪しいんですね。おのおの。まあ、もしかしたら、僕の直感ですけど、まあ、春、秋のどちらかは、犯人なんじゃないかなと思います。で、そう見ると、ほずみは、逆にね、ほずみもね、どうなんでしょうね。秋とは、顔見知り程度。結構マーダーミステリーこうやって考察していくのが面白いです。終わった終わった、いいよ。はい、オッケー、終わった、オッケー、オッケーですね。なんでなんか、はい、じゃああれやった、なんか思ったの違ったな。まあいいよ、うん、よし、で、じゃあいきますか。うん、いいよ。やっと押しましたね。うん、で、流れ、うん、ここから第一調査フェーズになります。はい。説明します。はい。秋役のプレイヤーから交互に1枚ずつ、場の調査カードを獲得し、
目を通します、うん、これはその人物かっこ場所を調査し、うん、カードに書かれたアイテムや情報を獲得したことを表します、うん、自分の調査カードを獲得しても構いません、うん、同じ山から複数枚のカードを獲得することも可能です。また山からカードを獲得する際はどれを選んでも構いませんが、獲得するまで内容を見ることはできません。うん、うん、獲得する調査カードを選ぶ際はどのカードを引くか相手プレイヤーと相談しても構いません、うん、ただし議論は次のフェーズで行いますので、獲得したカードの内容はまだ相手には伝えないでください。あ、そういうことか。はいはいはい、うん、そういう4フェーズまで話しちゃいけないってことね。あ、そうです。はいはいはい、なるほど。各自4枚の調査カードを獲得すればこのフェーズは終了です、うん、各自4枚ね。そう、うん、キーカードは調査カードとは別種のカードです。うん、こちらは特定の条件を満たした時に獲得を指示されます。調査フェーズ中でも共有フェーズ中でも指示された時点ですぐに獲得してください。キーカードは指示があれば何枚でも獲得できます。うん、私ここ大丈夫ということで、ね、はい、まずはうん、交互に僕から交互に、うん、私から交互に1枚ずつ、うん、この中から取って合計4枚。なるほどね。ただ取るだけです。いやー、これ今まだ話何も話してないんですか、うん、今。そうです、ただ取るだけです。ああ、そしたらこれあれ面白いな。うん、じゃあ私からいきますか。うん、ね、これで分かりますよ。何の方一回で誰が怪しいと思ってるのかが分かるってことですからね。うんうん、いや僕は、あんなの喋ったらあかんのな。喋ったらあかんねんたらやな。そうですね、喋ったらなんか有利なのな、証明がめちゃくちゃ、うん、あ、秋か、うん、うん、これ気になりますね。あ、たぬきさん、たぬきさん、うん、もうおじいちゃんやもんな。そう、おじいちゃんやし、亡くなった方ですね。やっぱなんかこうヒントがあるかもしれないんで、はい、あ、やっぱ最初はその、うん、え、これ見るんですか、そのどういう感じ。4枚引いてから見るんですか。引いて見てから、引いて見て俺のターン、あの、ね、あ、私のターンですか。春春でしょ。起きてください。春でしょ。一枚ずつ目を通します。目を通す。うん、一枚ずつね。はい。うん、どうしようかな。でもちょっと待ってな。うん、この感じやと、話したらあかんと言いつつも、これぐらいならいいっしょ。お前で秋じゃないと思うねんな。秋じゃなさそうやから、秋犯人。犯人やな、この顔は。いやー、誰かなー、ちょっと待てよ。いや、犯人多分この中にいるよ。いや、いる、俺もいるのもいると思うねんけど、かもしれないですね、俺のそうなんやけど、うんうん、待てよ、1、3、4、ね、犯人この中にいる、いるね、もうこれ、ね、いや、秋ではない。なんでかというと、もうこれ多分確信してて、そもそもないねん。これで答え言ってくれてんねん。犯人ではない。ということを考えたときに、ここの4人、残り4人なんやけど、1人死んでるとか、残り3パターンやん。うん、なるほど。3パターンで、まあ、ありえるとしたら、草加か穂積がね、やっぱ。まあ、ここはなんで殺すんか分からんな。この草加が口論している。そう、口論してるっていうのがね。しているし。気になるよね。しかもなんでこんな穂積が泊まりに来たのって話や。うん。だからなんかここもなんかあるんじゃないかということで。うん、なるほど。どっちかが、やねんけどな、こいつ危なそうな顔してるしなんか。顔はね。爆弾魔みたいな。ボマー。ボマーや。ボマー。いや、どうかな、ちょっと待てよ。いや、俺、情報がな、情報がないねんな。どうしよっかなー。じゃあ、いや、いろいろ聞きたいことあるけど、話されへんもんな。で、綿抜き抜いたってことやもんな。綿抜きを抜いた。なんか、ギャグ？いや、じゃあ、俺は、いや、でもね、ここで意外な人が犯人で、なるほど。俺一番関連がなさそうな梅雨入りいるやん。うん、これ現地に梅雨入りはなんか、情報ないから、うん、梅雨入り出してもいいけどな、でも関係なくない？なんで殺すの？ね、理由はね。なんで殺すのって話。わからないよ ね、 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 ね。こいつだって明らかないしやなんか、かくね、うん、あの、口論して、桜の木の下かなんか、そうで、いたやろ。そうね。そう。現場、事件の現場に。小泉は、近いところに。なんか、うん、見て、うわーってなってるだけど、見つけたでーって言ったわけやん。うん、こいつ何って感じ。そう、これいるかな。こいついらんやん。もう、捨てていいよ。捨てていいって。でも、こういう人ほど怪しいってのはあるからね。やろ、まあ、逆に。だから、そうそうそう、どんでん返しがあるから。わかんないですね。
で、俺はな、秋のカード引こうかなって最初思ったけど、秋のカードは秋から聞けばいいんじゃないかなと思って、どうせ犯人じゃないなら。うん。犯人じゃないって、秋と春は協力して秋から情報を聞いた方が、犯人を当てれるんじゃないかなと思って、考えた時に、通りを、行きますドロー召喚あれ通り召喚、滅びの召喚バーストストリーム次回、通り滅ぶ大丈夫、次の遊戯よ。遊戯よ。ああ、言ったかね、これ。そあ、そう、次将棋が。4枚、4枚引くやつ。で、そう、俺、草か怪しいんすよね。草か引いてみます。草ね。ああ、言ったかね、これ。うん。すごい、これはさ、4枚引いた後に話せるの？どの点に話せるの？討論、4枚引いた後に討論フェーズ。これ、それってめっちゃ変わる。あ、ね、その次、4枚引いた後に、共有フェーズっていうのが5分あって。それが議論です。あ、そうなんや。5分間議論できます。あ、そうで喋られへんや。うん、そこまではできません。できません。草か引いたんや。でももちろん怪しいからね。うん、あー。はぁ、あ。っていうことは、このカードを引いてこうということは、こうじゃ。いや、待てよ。なんかこれ。でも、じゃあ、こうじゃない？この。これってさ、別に何でもいいだよな。うん。ああ。で、どっから引いてもいい。どっから、でも、視野がよからんもんな。どれでも OK です。全部違うカード。じゃあ、これかもしれんな、じゃあ。じゃあ、俺は。どうかな。このキャンプ場もいいんですよ。あ、キャンプ場いいの？うん。あ、もうちょっと教えてくれたら、教えてたら。そうな、キャンプ場いいんや。そう、キャンプ場もいいです。キャンプ場もいいですね。あ、キャンプ場いいんや。あ。あ、ついてるんや、うん。あ、まさかのキーカードが。おぉ。いや、キャンプ場あるな、確かに。いや、やれんけど、いや、キャンプ場行きたいな、でも。待って。4枚。え、これフェーズってさ、何フェーズまであるの？フェーズ。例えばこれ4枚引くやん。うん、最大何枚まで引くの？その、なんか、例えば、次のターンまた4枚、4枚引いて終わりなのか、3ターンぐらいあるのか、今1ターン目よ。4枚引くの1ターン目。2ターン目は。3回あります。じゃあ12枚引ける、うん、結構引ける。へー、キャンプ場カード引きたい気持ちもあるな。キャンプ場カード引きたい気持ちもあるけど、俺このカード引いてこれだったから、でもなんでや、何のためになんでこんなことしたんや。これで見ても秋なわけないよな。秋なんか、秋か、あれちゃうか、あれ、あ、ちょっと見せた、ん、何何見えなかった、え、じゃあ条件と違う。違う？あ、うん、違うね。見ちゃった。おい、おい、もう、ルール違反やん。すいません。ハンデ。でも、忘れましたね。ハンデとして坊主で。あ、そういうことこれ。あー、じゃあ持ってないよな、これ。じゃあ、1枚だけ俺は、キャンプカードも一回見てみようかな。うん。キャンプカードですね。うん、次は、どうしようかな。うん、俺もホズミ。お、ホズミですね。いやー、どういうこと、これで4、あ、そうか、あと陽介。ちょっとわからんな、ちょっと待って、わからんわ。どっちかね、これ。だからもう、うん、今回はハルとアキが協力して戦っていくパターンなのか、アキ、はい、が敵で、なるほど、アキが犯人を誰かに成し付けるパターンなのか、どっちかな気がするね、うん、今回。あ、どっちなのかが今現時点でわからないな。うん、アキのカード引いてもいいんやけど、アキのカード引かんでもいい気もするし、俺の、私の目的的にアキのカード引いてもあんまりない気もするし、どっちだい、どっちなんだい、ちょっとわからない。じゃあちょっとあとでカード見せたりできるのよもね。カードは、あ、悩みどこやな。キャンプ場結構これヒントなる気がするな。ホズミ怪しいよ、ホズミ怪しいねんけど、カードを相手プレイヤーに見せたり譲渡しても構いません。うん、なるほど。
穂積怪しい。積極的に情報を共有しましょう。おう。穂積怪しいけど、穂積怪しい。穂積あるある言いたい。あれあれあれ。穂積あるある言いたいよ。なんか歌ある？いや、穂積あるある。ほずみあるあるいたよ。ほずみあるあるいたい。ほずみあるある早くいたいよ。ほずみあるある。今日初めてだよ、やるへん。ほずみあるある。ほずみかキャンプ場、どっちか見たいけど、ほずみ一枚持ってる。ほずみ怪しんでる可能性がある。キャンプ、いや、ほずみ。キャンプ場、ほずみ、ちょっと待ってな。ほずみ、あるある、いたい。ほずみ、あるある、早く言いたい。ほずみ、あるある。何だっけ。どっちにしようかな。まあ、3回あるからね。3回あるから、じゃ、キャンプ場、ね。キャンプ場ですね。おう、うん、で4枚引きましたね、うん、でここから5分間お議論フェーズです。おうスタート。はい、でこれこカード公開示して上げてもいいですか。そう、オッケーオッケー。え、これ秋の腕時計が桜の木のところに落ちてくる、うん、これなんでなん。秋の木の、うん、なんでや。おう秋の、お前やったんか。あれあれお前、疑わずに一枚もカード引いてないのに、お前のカード。お前なんかもう絶好だ。じゃあ、なんて秋のカードが、はい、秋の腕時計が桜の木のそばに落ちてたんですけど、うん、なんでやねん、貴様。なんでねん。どういうこと？いいから答えろ。じゃあ、なくしたんですよ。でもどこでなくしかわかんないです、私。なんでなくしたんや。じゃあわかんないです。誰かに取られたかもしれないです。誰に取られたんや。いや、わかんないから。じゃあ、本当に、俺、なくなっていることに気づいたのは、なくなっているのに気づいたのは、うん、いつだ。夜か。10月9日かな。9の夜です。何でなくなったの？いつなくなったの？じゃあ分かんない。じゃあ気づいたんですよ。それで、何で言うときそんな、何さかのとこ知んねん。お前やんけ。あれ違います。歌え。秋のあらる歌え、もう。あらるよ。秋のあらるを。早くあるある言いたいよ。秋のあるある言いたい。秋の言いたい。秋腕時計落としがち。はい、OKOK。で？そうですね。知らないです。なんで落としたよ、お前は。なんで落ちてんのって話。確かにあれ、桜の木の下には いましたよ。そうやんな。はい。そうやん、ほら。ただ、うん、なんていうの、僕、私、綿抜きに襲われたんですよ。綿抜き？綿抜きに。お父さんに？そう、おじさんに。おじさんに？襲われて、で、逃げました、私。そう。で、その時に、草がもいました。ゴールしたもんね。草がね。そうそう。草がと、綿抜きと私いました。はい、で、綿抜きは私を襲ってきたんで。なんで襲ってきたの？わかんない、なんか。綿抜きが襲ってきたんで、揉み合いになったよ、うん。で、その後逃げました、私。だから、私は草加が怪しいと思います。うん。その後に多分草加がやったんじゃないですか。で、草加が帰った後に落としたと。いや、帰ったよ、だって。桜の木の下にずっといたから、草加がね。だから、草加が怪しいんちゃうかなって私は思います。綿抜きなんで襲ったんやろね。そう、なんで襲ったんやろ。あ、そう、なんか、急に私に対して綿抜きが口封じしないとなって、ほう、綿抜きが、で、
ナイフ取り出して、うん、私に押さえかかったです。ほう。へぇ。怖かったです、めぐちゃん。口封じ？口封じです。だから、何かをやろうとしました、綿抜きと草川。綿抜きと草川？うん。何かをしようとしたよ。うん。だから、怪しいです、草川。なるほどね。あとはこう、2本のロープっていうカードがあるんですけど、うん、桜の木にかけられ放置されている2本とも先端が直径30センチほどの輪になっているのが、特徴的でどうしても首吊りを連想する結びは手慣れた感じだ、うん、まあ、でも殺人やもんね、うん、で釣りね釣りのカード釣りの独白多分私たちは睡眠薬を盛られた、うん、私たちが標的にされたこれは想定してたでも殺されたのはあの管理人どうして私たちは睡眠薬を盛られた草加と釣りはね、うん私たちが標的にされたこれは想定していた、うん、でも殺されたのはあの管理人どうしてこれは想定していた私たちが標的にされたでも殺されたのはあの管理人どうして、うん、ということだよなでって言ったから釣りと草川は違うんじゃないかなと思ってそこでなるほど私たち睡眠薬もらえて寝てるわけよ、うんうんうん、でとあと穂積、うん、泥で随分と汚れているおしゃれだが動きづらそうな靴だ穂積はキャンプ素人のようだ、うん、怪しいやろ怪しいだから穂積じゃないかなと思ったけど一応キャンプ場のやつも見てみようと思ってキャンプ場に2本引いたらこの2枚を2本のロープと、うん、お前のてめえの秋の腕時計が落ちてたんですでも秋じゃなさそうやけどなさっき言ったことこれは秋じゃないの私も言いますか、うんうん、そのね見せなくてもいいですよねうんあ、まあ、もういいけどでもなセキュリティ的に情報共有してもいいっていいやまあまあもういいんじゃないで、その2本のロープについてヒントがありました、うん、キャンプ場に落ちたそう、うん、綿抜きのコテージから見つかった、うん、綿抜きは都市伝説が好きで、うん、その掲示板にめちゃくちゃアクセスしてるんですよ、うん、で、10月10日に、うん、死んだ日うん10月10日、うん、死の淵の桜の木で、うん、2人で首を吊って心中すればあの世で永遠に結ばれる、うんという噂話があり、うん、その情報を逐一チェックしていたようだ、うん、綿抜きはね。おお、なんか自殺みたいなな、うん、匂いするよな。そう。日本のロープって書いてあるもんな。そう。日本のロープって誰と誰のことなのな。わかる。秋ってこと？それか、わかる。綿抜きと草加。うん。うん。で一緒に死のうとしたってこと？うん。だってそれについてその草加の証言があって、うん、綿抜きって管理人ちょっと変だぜ。うん、俺が梅雨入りのこと愚痴ったら急に怒鳴ってきやがって君たちは愛し合わねばならんのだそうでなければ困るとかなんとか意味わかんねえよえもうさっきのあの都市伝説の話も聞かせてもらっていい10月10日、うん、死の淵の桜の木で、うん、2人で首を吊って心中すれば、うん、あの世で永遠に結ばれるああでそういうことや。うん。で、その、釣りと草、なんか、綿抜きは釣りと草かに、このロープ使って睡眠薬やった後に、殺したかったんや、うん。で、殺すことによって二人で、仲良くあのように天国行ってほしかったんや、うん。あ、そういうことか。で、それを、それを、やろうとしてるのは秋が知っていて、うん、こう、あの、ちょっと喧嘩になったんや。うん。あの、綿抜きと秋がね。あ、そうか。喧嘩になって、腕時計落としてんや。で、草かは、なんで、口論になったか、綿抜きと口論になったかというと、草川はその、なんていうの、釣りと喧嘩してると。うん、でも、ちょっと待てよと。綿抜きからしたら、いや、お前らはこれから一緒に天国行くねんから、喧嘩すんなって。うん、そんなやつ今後天国行ったら一生いなかんから、しんどいぞっていうことで喧嘩してんね、コロンと。あ、そういうことか。うん、そう、結ばれてほしかった。マジでこれで終わりだな、もうな。いや、いいよ、読んで。穂積も怪しい。穂積も、うん、穂積の制限、うん、証言。春は成績が改善してよかったね、うん。それで今回のキャンプにも来られたんだろう。うん飛んだ事件に巻き込まれてしまったわけだけど、うん、僕から受けた恩は忘れないでほしいねもう一回止まっていい春は成績が改善してよかったねそれで今回のキャンプにも来られたんだろう飛んだ事件に巻き込まれてしまったわけだけど僕から受けた恩は忘れないでほしいねもう一回止まっていい春は成績春は成績が改善してよかったねまあ、それで今回のキャンプにも来られたんだろう、うん、飛んだ事件に巻き込まれてしまったわけだけど、うん、僕から受けた恩は忘れないでほしいねなるほどねうん、うん、なんだろう何の恩があるんだろうねあ恩はあるよ恩はあるだって教授やもんだって
あ、春の教授で、ね、ホズミって。あ、そっか。あの、春の大学の教授、ホズミが。だから恩があるね、確かにね。それは間違いない。ただ、ホズミ、あ、これは別に言ってもいいと思うけど、ホズミは、あの、まあ、ちょっと待ってな、これって、じゃ情報公開した方がいい理由ってそういうことなのかな、言っていい気がする。ホズミは、結構あ、秋のこと好きやねんな。そうなの？ホズミ結構秋のこと好きんで、今回も、秋を追っかけて来たっていう、情報を聞いてる。マジで？うん。秋のこと結構好きやから、乗り込んやん。乗り込んやねん。秋のこと好きやから、ただそれが好きなだけなのか、なんかその、秋の親父にも嫉妬し、秋、バタヌキが秋攻撃したから、それを見たホズミが怒って殺したのか。その、ね、俺二択あんねん。二択あって、二択言っていい。なるほど。これ口論になってるやん。草加と綿貫口論になってるやん。草加と綿貫口論になってるから、要は、草加はもともとさ、その、通りとさ、その、なんていうの、自殺して、草加も都市伝説大好きで、桜の下のところで二人で自殺したら通りと、自殺したら剣豪いけると思ったけど、通りとちょっと、なんかこう、愚痴言ったりとかして、その、綿貫、にちょっと愚痴ったわけやん。その時に、そのなんか、いや、お前ら、二人で死ねよみたいな。死ぬ予定やったんやからってなって、いや、草川でも、このまま釣りと、喧嘩してるというか、あんま良くない状態なのに、天国一緒に行けるかと思って、でも一緒に自殺しようとしたこと、草川が。こう自殺しようとしたことを釣りと、草川が。綿貫が、他の人とかに言わないように、なんかその、口封じで殺したとかね。でも何やろな。私たちが標的にされた。これは想定してた。でも殺されたのはあの管理人どうして。ホズミな気もするし、草加な気もするな。どっちなんや。ストーリーがいろいろ考えられるな。草加も怪しいし、ホズミも怪しい。ホズミはただ秋が好きなだけの可能性もあるし。草加が、でもこの釣りをかけて釣りじゃなさそうないけど、なんどれでも殺されたのあの犯人どうしてって出てくるもんな。私たちは睡眠薬もられた、私たちが標的にされた、これは想定してた。草加のカードないだっけ。草加のカードこれ。ないだっけ。綿抜きって管理人ちょっと変だったぜ。俺が釣りのこと愚痴ったら急に怒鳴ってきやがって。君たちは愛し合わねばならぬのだ、そうでなければ困る、とかなんとか意味わかんねえよ。なんか梅雨りがなんかその都市伝説好きで、梅雨りがめちゃくちゃ草加のこと好きやから、ラブラブって言ってん。梅雨りが草加のことすごい大好きで、二人で天国行きたいみたいな、って思ったから都市伝説のやつ好きで、こう自殺しようと。はい、ということで、動画ね、ちょっと容量いっぱいになったんで、一回止まったんですけど、もう一回撮り直しました。はい、はい。だから、私たちが標的にされたって、樹里が。これは想定してたって。でも、殺されたのはあの管理人どうしてって言ってるんやんな。だから、なんかどういうことなの？だから、あの管理人標的にされた、これは想定してた、あの管理人どうして、自分たち、ツイリさんは殺される可能性があったって分かってたんやな。なぜや。なぜなんやな。で、まあいいやね。そして、また次の、第二調査フェーズ。なんで、また同じように、私から交互に4枚カードを引きます。はい。っていうことだよね。はいはい。いきますね。はい、でも、ツイ怪しいね。ちょっとストップって待ってな。でも、一個だけ知ってほしいことがあって、ツイリの独白で、つゆりは私たちは睡眠薬をもらえて私たちが標的にされた。これは想定してた。でも殺されたのはあの管理人どうしてってことは、犯人はつゆりじゃないと思うんだよ。だって。そうだよ。そうじゃない？だって。殺されたのはあの管理人どうしてって思う。あ、そっか。どう思う？いや、もちろんつゆりがなんか持ってる可能性あるよ。つゆり情報持ってる可能性あるけど、つゆりは犯人じゃない気がするかな。それやったら。犯人は草加小泉な気もするけど、でもつゆりのカード引いてもいいよ、全然。全然、もちろん。それは任せる。まあ、一回引いてみようかな。これ行こうかな。
まあ、俺キャンプ場のカード引きます、うん、じゃあ。はい。この。うん。うん。お、っていうことは、チャンスカードや、これ。チャンスカード。うん。ん？あ、売ってるわ、しかも。これ C、え、このキーカード今取っていいな、うん。キーカード C をゲットできます。おう。これまだ話しめたかんねな。うん。で、次は僕ですね。草刈りか。絶命や。どっちの方かな。いやー、ちょっと悩みどこやな。どっちの意味なのか分からんな。ちょ、どっちの意味なのか分からんけど、うん、どっちの意味や、どっちの意味か分からんけど、一応ホズミしとくか。じゃあ、おあー、じゃあこれちょっと待ってってことは、え、あー、そういうことなんや。ちょっと待って、じゃああれじゃないか。ほう。ってことは、わかったわ。うん、あ、これ喋ったからかも。え、俺、何枚引いた俺。2枚。あれ待って、俺2枚やな。あれ何枚引いた？今3枚引いた。あ、3枚だ、俺。っていうことはだ、うん、これが出たということは、うん、もうこれが出た時点で、うん、うん、うん。これが出た時点で僕はわかりました。うん、これは、うん、であれば、草科です、じゃあ。うん、お、ちょっと待ってよ。これ3枚目、あ、1枚目か。ホズミ。うん。うん。怪しい。お？なんか面白いぞ、これ、今回。おぉ。なんか盛り上がってきた。マジ？へぇー。これ4枚目だ、俺。これ何枚目だ？ 3 枚目か。うん。はぁ、あ。あの、秋はあの、なんか、あれ？なんかさ、これは大丈夫なの？これ持ってないの？この鍵持ってない。鍵のカードを所持しているキーカード。鍵持ってないの？鍵ない。鍵ってカード持ってない？うん。情報みたいな。だから。え、これキーカード見したらあかんの？これ。見していいの？キーカード。共有タイムに。キーカード見してダメ。見していいの？なるほどな、じゃあもうホズミじゃないな、じゃあホズミじゃない。オッケーやね、カードも、キーカードもオッケー。うん、キーカードオッケーやな。であれば、草かな気がすんねんけどな、俺は。草かな気がするぞ。だってカード頑張ってるカードだ。ん？うわぁ！ちょっと待って、これやられたかもしらんな。うん。草かでもないんか、じゃあ。草かじゃない。え？じゃあ共有フェーズいきますか。いいけど。共有フェーズですね。いやー、共有フェーズ、今回の共有フェーズめっちゃ大事やぞ。うん。秋が何のカード引いたかで変わるかもしれん。おぉ。秋の情報によって犯人が分かるかもしれん。
まあ俺は全部カード見せれんねんけど。俺も見せれます。見せれんねんけど、うん、まず、まあ、さっき伝えておくわ。うん、これ多分コスミじゃない。コスミじゃないね。で、草加でもない。なんでかっていうと、今、まあ、順番に言って、順番に話したらいいんだけど、うん、これあれけど、春と秋のコテージ。入り口とは反対側のテラスに泥でできた足跡が残っている。夜中に誰か来たのだろうかで、革靴でこう泥ついたのをコスミが持ってんねんな。うん、だから、まあ、コスミが入ってきてね。うん、で、キーカード C。コテージのテラスに残された足跡はどうやらホズミのようだ。夜中に、ホズミが春と秋の泊まるコテージを訪れている。で、D。うん、あ、でもこっちか。まあ、これも、まあ、どっちも行きましょう。まあ、いいや。キーカード D は、ホズミの秋の予定を把握し、昨日はコテージを見に来て間違いない。この男は秋のストーカーで、さっき言ってたよね、俺な。うん。うん、ってことね。さっき言ってたこと。で、ホズミの手帳。複数の、日付に A、バイト、A、髪を切るといった記述があるってことね。だからまあストーカーね。ストーカーね。ストーカーね。まあ、多分もう一個のハズミの内容そんな感じなんじゃない？多分俺のせいけど。似たような感じなんじゃない？俺のせいけど。ハズミ証言？秋のストーカーみたいな。僕は犯人じゃない。昨夜はずっとテントの中にいたんだから。うん、本当だよ。って感じで書いてある。うん。嘘ついてる。嘘ついてる。嘘でしょ、これ。この証言は。なんか、けど不審。あ、投与してるね。あ、テントの中にいなかったな。うん、だその、秋のストーカーやね。ストーカーか。この男、秋のストーカーだって言ってる。やっぱ俺も言ったけど、先だ。秋のストーカーやって。秋のストーカーで言ってる。うん、で、っていうことは、俺の予想なんやけど、もう、ホズミの情報さ、秋のストーカーしか出てない、ね、全カード。っていうことは、秋のストーカーやん。俺ももともとさ、知ってて、うん。秋のストーカーってこと知ってるから、私のね、秋のストーカーって知ってるから、うん、ホズミはただ秋のストーカーだけな気がする。うん、で、俺は草加のカード引いてたから、じゃあ草加ちゃうかと思って。そしたら草川のスマホから通りではない女性からのメッセージが複数届いている。もしや浮気相手、草川と通りはうまくいってないのだろうか。恋人の通りとはうまくいってない様子。草川。あ。っていうことやね。じゃあ通りって思ってんけど、通りはでも殺されたのはあの管理人どうしてって。まあじゃあ情報教えてもらっていい。まあ、普通にこれでしょ、うん、睡眠薬、うん、綿貫のコテージから見つかった、うん、いくつか使用されている、うん、で高級ウイスキー草加のカードね、綿貫からもらった、草加は喜んで飲み、つゆりも勧められて飲んでいた、まあ、ここに睡眠薬が入ってるんだろう、多分この高級ウイスキーに多分睡眠薬が入ってたんじゃないかな、うんうん、で、うん、事件の資料、うん、つゆり、うん、過去にこのキャンプ場で起きた複数のカップル心中事件に関する資料だ、うん、ツーリーにいた女性の写真が掲載されているあら、その写真の女性は鳥を模した特徴的なピアスをつけている、うん、覚えて、過去にこのキャンプ場で起きた複数のカップル心中事件に関する資料だ、つゆりにいた女性の写真が掲載されているものもある、うん、その写真の女性は鳥を模した特徴的なピアスをつけている、うんうんうん、だからつゆりは、通常だから心中事件をし、だから草加ってやっぱ死のうとしたってことやな。うん、だから草加がいっぱい浮気してるから。あ、そうしてるから、もう草木と通りは心中しようとしたわけやな。うん。やけど、なんか、でも殺されたのはあの管理人同士ってなんで言ってんやろ。わからん。ちょっと、わからんね。草加？通りださそうよな。通りなんで犯人殺すんや。なんで、どういうこと？通りは自分で殺しないって言ってるよな。でもちょっと心中事件や。でもいや、これ信じてあかんのか。うん。本人が言ってることやもんな。うん。通りは、何だっけ、通りは、心中事件に過去に関わってる。綿貫と知ってるってことやな。うん。でも殺されたのはあの管理人どうして、私たちが標的にされた、これは想定してた。いよいよ分からんくなってきたぞ。難しいね。まあ、最終フェーズ行ってもいいしね。
ちょっとお手洗いで行って、最終フレーズ前に。じゃあ、ちょっとなんか、翔平のなんか、予測言っといてもらって。はい、予測、予測は、ねえ。なんか、綿抜きが足を滑らせて、はい、崖から落ちちゃっていう可能性もあるし。あ、まあ本当、他殺ではなく、そう。事故死だと。ね、うん、可能性もあるよね、その。まあ、結構パターン的にありますね、今までね。うん。そういうパターンもあるからね。まあ、だって、ね、犯人っぽいのが、うん、今んとこ、いないってことで、小泉がストーカーで草加が浮気者。うん、まあ、あの、犯人以外っていう可能性もありますね。犯人があるんかな、しちゃう君よ。全然わかんないけどさ、うん、それが草加の話だよ。だってさ、だってさ、睡眠薬入ってさ、ちょっとこれ結構大事だと思うんだよ、あのさ、うん、睡眠薬さ入ってあるやつあるやん、うん、睡眠薬の入った高級ウイスキーのことやってる、うん、ん、いや、おそらくね、うん、で、睡眠薬は綿抜きのコテージから見つかった、いくつか使用されてるやろ、で、この高級ウイスキーは通の勧められてるもんだよ、うん、やけどこれ、草が出てないの。でも草は桜の下で寝てるんで、なんで、なんでほら、うん、おお、なんで桜の下で寝てるの、うん、確かに。だから、俺ちょっと気になるんだよ。だから草が怪しいねんけど、もう草の缶ないねん。しかもキーカードこんだけ持ってくる、なんで、あ、でもあれか、鍵がいるんか。そう、鍵がどこにあるかやな。鍵を探そう、うん、なん、どういうことだ、じゃあ。そうやな、俺は鍵持ってないわ。じゃあ、俺のカード引いてみないな。私のカードか。そう、なんか、自分の持ち物あるやん。自分の持ち物に鍵入ってないと自分のカード引いた方がいい。俺は鍵は持ってないわ。いや、キーカード引きたいな。キーカード貴重やん。で、通り2枚、通り。で、ちょっと待って、俺さ。いやー、で、ちょっと待って、1個だけあんねん。うん。1個だけあるとすれば、このキーカードあるやん。うん。キーカードで、ホズミのキーカードも出たんや、全部多分。うん。この感じやと。うん、基礎化で下で終わってるから。うん、うん。ホズミのキーカード出た、それに対して、草加のキーカードは出てないね。草加のキーカード出てない。うん、草加のカード全部出たのに、うん。キーカード関係ないな。あ、やってるよな。うん、草加、あ、これあれか。あれ鍵ないで。鍵って何だろう、鍵。これ。キャンプ場か。草加も多分キーカードないね。うん。ってことは、キーカードが出るのは、梅雨りか綿抜きの可能性が高いんじゃない？うん。次何やったっけ？最終フェーズ。最終フェーズ。調査フェーズ。まだ4枚。ああ。これどっちから？秋から。うん。うん。いやー、どうかなぁ、うん。うわ、ないなぁ。うまいの？いや、キーカード余りすぎじゃない？嘘でしょ？え、鍵じゃないの？ね、え、何でキーカード出んの？鍵。鍵だけ？うん。鍵のカード所持していれば。なんで出てない？だから、春は持ってる？わからん。いや、春は持ってないな。俺、春持ってないの？だってこれ、書いてるやろ？調査カード。あの、自分が何持ってるか。うん。やったら鍵は持ってないわ。うん。じゃあ、綿抜き。やったら鍵は持ってない。じゃあ、綿抜き行く？うん。鍵や。あ、じゃあ、いたかんのか。でも、鍵持ってたら、もうその場で言うの。やるの。この話は感じない。でもな。譲渡もできるから。ああ、じゃあ譲渡後でしょ。あ、これまた、うん、でも今じゃないの？今したかねよ、うん。今じゃない。ああ、じゃあダメだ。お前どこかの、あ、これ行ったかんじゃん。でも鍵、まあ、行ったかんかったけど、鍵持ってるわ。うん。で、これでキーカード1枚でもう。よし。まあ、これや。なんか何枚目？ 2 枚目か。うん。めちゃくちゃ長いし。うん。これ最終4枚引いたらさ、うん、ほぼ全部のカードなくなるから。うん。そういうこと？うん。あ、そこで取れたってほぼじゃ 全カード出るやん。そう、ほぼ全カード出るね。キーカード A を
っていうことは、うん、ああ、じゃあほぼか、これ俺か、あ、確か、うん、順番的に言うとこう、こうの、これか、多分後で出る。んじゃあ、あと残りが B。B カード。B、キーカードの B が出るから、それを多分、スタンド、俺、詐欺ないと思うな。ホームカードが死ぬと見ない気がするから、これで、うん。行くと。これで終わり、うん、4枚、うん、なるほどな、うん、じゃあまあ公開フェーズ、うん、うん、全部足してもいいけど、うん、まあまずは鍵持ってるね、うん、でこれ鍵、多分鍵を持ってればカード公開できんねんな。そう、じゃあこれも全然公開する。ちょっと待って、何だっけ、どれだっけ、あ、どれだっけ、ど、あ、俺持ってるか。うん、キーカード A を出せます。じゃあ A 出します。A。じゃじゃん。未使用のコテージの中には、手袋やネックレスなど多数の品々が保管されている。男のものも女性ものもある。いずれも若者向けだ。その中に鳥を模した特徴的なピアスがある。っていうことは、つゆりだ。つゆりがコテージの中の、ツーリのピアスが入ってる中に。ね。うん。ツーリつけてたよな。そうだね。ツーリがつけていました。で、事件の資料カード持ってる俺。ああ、で、事件の資料カード持ってるから、B だけ。うん。このカードを持ってれば、B カードを出す。B カード読んでもらって、置いてもらって。未使用のコテージに保管されている品々は、うんうん、過去の心中事件で亡くなったカップルのものだ。どうやら綿貫は過去の心中事件に関係する人物のようだ。うん、綿貫の公開情報の一部がリライトされる。うん、篠淵キャンプ場の管理人から、うん、篠淵キャンプ場の管理人であり、過去の心中事件に関わる人物。うんうんうん、まあそういうことやな。で、都市伝説で、みたいなやつやな。うん、あ、都市伝説で、自殺すると、二人自殺すると、みたいなやつやな。うん、で、A カードを処理してれば E カードをゲットできるから E カードがゲットできます。前回は出ましたね。保管された品々のことを知り、ツーリが声を上げる。このキャンプ場に殺人犯がいるんだわ。そいつが記念として、遺留品を温存しているのは、やっぱり姉は自殺していない。私はね、姉の死を真相を知るためにここに来たのよ。やって。あれの死の真相を知るためにキャンプ場にやってきていた。ということは、ツーリは犯人ではない。確定しました。うん、ツーリは確定、犯人ではないね。ツーリは犯人ではない。ツーリは犯人ではない。ツーリは犯人ではない。で、草加は、草加は恋人の釣りとはうまくいってない様子やな。だから、うん、綿貫が自殺させようとして草加が恨んで、うん、まあ草加が殺したならわかる、うんうん、だからあれか、草加が、ホズミが、あ、違う、つゆりがか。私たちが睡眠を行われて、私たちが標的にされた。これは想定した。でも殺されたのは、あの管理人。どうして。っていうことは、そのあれやな、心中事件で私たち殺されると思ったけど、気づいたら綿貫が殺されていった。なんでなのか。それを殺す理由があるとすれば、草加だけじゃない。うん。
うん、そうやね、草加だけやね、うん、草加が心中で殺されるのなんか嫌だって。確かにそれ嫌やもんね、そんな、うん、だから草加は、うん、あとはあれかな、うん、奇妙なロープ、30センチのロープを、だからあれってことやな、秋も心中事件に関わったってことやな。秋、うん、秋は心中事件に関わってるなってことは。へぇ、うん、秋は心中事件に関わってるってことや。まあ、そうだね、まあ関わってるけど、うん、秋は心中事件に関わっている、うん、ただ綿の木と喧嘩になってるってことや。うん、と、うん、いうことは逃げたってことやね。ってことは、いや、この心中事件でそのやめてたか言うて、秋は止めていて、綿貫はやりたいみたいな感じ。うん、綿貫は強いから。強いじゃん。綿貫が怖いから。あ、怖いから秋は。なんか過去の心中事件を秋を手伝ってたとか、そういうのがあるかもね。確かに、うん、確かに綿貫をだから秋は手伝ってたよね、多分ね。この感じやったな、この日本のロープがあるということは。そういうことやな。で、あとは秋の上着から肩のあたりが鋭利なもので引き裂かれたようになってる。これなんでなん？いや、これは綿貫に襲われました。ああ、そうだよ、うん。これ殺されそうだった？うん、でも私はもう命の危険を感じましたね。ああ、うん。めちゃくちゃ刺してきたから。なんで殺そうとしたの？あ、口封じってことか。言ってたもんな。口封じ。いや、その、あれってことやね、その過去の、うん、あれとかね、過去の都市伝説の心中事件に秋も関わってたということを、うん、あ、綿貫がやってるっていうことを秋は知ってたから、九十字で殺そうとしたってことやな。と、うん、いうことは、草加かな。草加の可能性が高いね。高いよな。穂積はただのストーカーで、つゆりは姉が死んだのが、うん、ちょっと待ってな、何言ったっけ、あ、なんか見つけたみたいな、なかったっけ、見つけたからどうのこうのって言ってなかった。なんか、翔じゃない、秋が言ってたのって、なんかどっかに。なんかその、なんかあの、見つけやがったからどうのこうのみたいな。なんだっけ、綿貫、うん、綿貫がないときに。綿貫が、なんだっけ。あ、じゃあ、口封じしないとって言われた。急に。あー、そういうことやんな。うん。ここ、で、待てよ。遺留品を保存している。あ、やっぱり姉は自殺していない。私はね、姉の死の真実を知るためにここに来たのよ。だから殺されそうにやっぱなってるんや。うん。姉、あ、てか姉は殺されたんや。姉は殺されて、こいつにね、綿貫に殺されて、うん、遺留品を、綿貫の倉庫に入れられてたよね。うん。で、見つけに来たんや、ついには。で、草加はやっぱ、その草加はあれやんね、草加は恋人の釣りとうまくいってないし、他にもいっぱいこう、浮気相手もいるから。うん、浮気相手いるし、他の女性ともやり取りしているから、別に釣りと自殺なんかしたくないやん。うん。うん。でも、綿貫は、草加のこと殺そうとしたんじゃね？お前ら二人で死ねば、都市伝説上は天国行けんだ、みたいな。で、口論になって殺したとか。え、口論になった後見てないの、うん、見てない。口論になってる最中見たの？口論さ、見てない。口論、うん、そう前に、ここもう、逃げたね。口論になる前に、うん、その時なんで綿貫と草加っていうの、それは。綿貫と綿貫が草加を抱えてたからね。草加を抱えてた、多分その時寝てたんちゃうかな、多分分からんけど。草加か、うん、うん、いや、草加がやったんじゃない、だから目を覚ましたんかな、多分、うん、じゃあ草加じゃない草加にしとこう。おお、ってことで、うん、じゃあですね、何、うん、だっけ、ルールブック投票フェーズ、一斉に投票しますよ、うん、この中で指さしてください、うん、綿貫と自分ね、うん、投票することはできません。ほう、オッケー、はい、まあまあ、要はじゃあそうなんや、でもそうやな、うん、ああいきます、ああせーの、草加じゃ、うん、そこじゃないじゃん、で、ね、秋役のプレイヤーがエンディングブック読みます、うん、ってことは秋やって可能性あるからな、秋役がってことは。なるほど、うん、でもこれ秋やったら、まあ、あ、ゲームの結果によって読み上げるパートが違います、うん、秋じゃない気がするんだよな、A だ、草加が綿貫を殺した犯人だと春が結論付けた、秋も春が言うなら間違いないと同意した、
うん、秋らしくない態度だったが、うん、今はそんなことはどうでもいい、うん、あなたたちは容疑者を拘束した、うん、容疑者は自分はやっていないとわめいたが、うん、しわじわしい、うん、こいつが犯人に決まっている、うん、じゃあ秋やん市長は安堵し、おのおのの宿泊場所に戻った、うん、警察が来るまで待っていよう、うん、春は張り詰めていた緊張が解けたからか、うん、眠気を覚えた、うん、秋が警察が来たら起こすから、うん、休んでいていいよ、うん、という、うん、秋やん春は、うつむき、うん、眠りに落ちた、うん、そんな春の寝顔を見つめ秋は微笑んだ、うん、で次の分岐、うん、微笑んでるもん殺しえん秋おお。何これ春の秘密純と恋人関係にある、うん、恋人か恋人関係あでも気づいてないねあじゃあ気づいてないかその話1個もしてないしな、ね、1個も出ないからな、うん、あと成績のことで穂積に落とされた、うんあ、私の予定を教えたんだ。秋の予定を教えてたんだ。うん、うお。それ以外に、じゃあ気づいてへんから二つとも。うん、A2 だ。そして突然、春は喘ぎ声とともに目を覚ました、うん。首がきつく締め付けられている。うん、春、秋にやられたみたいな。首にロープが巻かれ、容赦なく喉に食い込んでくる。うん、息ができない。うん、春は、大きな桜の木からロープで首をつらされていた、うん、視界の端に誰かが見えた、うん、秋だ、うん、彼女もロープで首をつられているえ秋もやられてるやんだが秋は苦しそうではない、うん、真っ赤に充血した目で春を見つめて微笑んでいる、うん、涙とよだれを垂らしながら笑っている、うん、うふふうふふ一緒に天国行けるから伝説が嘘かどうかなんて関係ない、うん、これで私たち永遠に一緒だよ、うん、春愛してる、うんうん春には何が起きているのか理解できていない、うん、ただ秋の瞳には純粋な愛情だけが映っている、うん、そのことだけは分かった、うん、どうやら春の秘密を秋が全て知ることはなかったようだ、うん、苦しみの中にかすかな安堵を覚えつつ、うん、春はやがて意識を失った、うん、首をつる二人の姿はまるでさくらんぼのようだった、うん、真犯人は秋でした、うん、秋による無理心中が成功し、うん秋の目的が達成されました、うん、春は真犯人の特定に至らず、うん、目的1は未達成となりましたが、うん、両方の秘密を秋に知られることはなかったため、うん、目的2は達成されました、うん、そうやな、うん、その通りやな、うん、そういうことか草加が秋しかおらんかったけどそういうことや秋やったね、うん、じゃね秋かまあじゃあ外したな一応な、うんうん、で真相、うん春には二つの秘密があります。一、うん、つは幼馴染の純と恋人関係にあること。うん、春は秋も純が好きだと思い込んでおり、彼女との友情を失わないためにこのことは秘密にしていました。うん、もう一つは穂積に秋の予定を教えていたこと。春は3ヶ月前から穂積の手助けにより成績が良くなったのですが、うん、穂積はこれをネタにし、春を脅迫していました。子は、学校に不正だと言われたくなかったら、うん、秋の予定を教えろと。春は仕方なく秋の予定を穂積に教えていました、うん、春はこの2つの秘密を秋には絶対に知られまいと決めていました、うん、で秋について秋の公開情報綿貫を殺した犯人ではない春も秋が犯人ではないと確信しているは、うん、実はゲーム開始後すぐ綿貫を殺した犯人である、うん、リライスされたことだよそう春は秋を親友だと思っていますが秋は違います秋は春に恋愛感情を抱いているのです、うんうんうん、秋は何としても彼女と結ばれたいと願い、うんうん、そのための方法を探しましたそして、うん、篠淵キャンプ場に伝わる伝説を知り10月10日に桜の木で春と首をつって心中しようと決意したのです、うん、10月9日春を酔わせて熟睡させました日付が変わり雨が止んだ後秋は桜の木の周辺を確認しに行きましたそして桜の木のそばで草花を運ぶ叔父の綿貫と遭遇殺されそうになり逆におじを崖から突き落としました、うん、この時綿貫にナイフで切りつけられて上着の一部を避けました、うんうんうん、綿貫を殺害したのは秋ですただしこれは正当防衛でした、うん、予想外の事態になったものの秋は春との心中を諦めませんでした計画を果たすため自分以外の誰かを犯人に仕立てあげようと決意したのです、
ホズミについて、ホズミは爽やかな印象を持つ人物ですが、実は秋のストーカーです。うん、秋の行動を把握したいがために春を脅し、うん、秋のスケジュールを聞き出していました。篠の淵キャンプ場を訪れたのは、もちろん秋をおてのこと。キャンプは素人なんですが、秋が宿泊するコテージの近くに泊まるため、テントを張っていました。10月10日の午前2時、雨が止んだ後で、秋が泊まるコテージを覗きに行きました。その際、テラスに泥でできた足跡を残して しまいます。綿抜きが転落死した崖には近づいていませんが、夜中に出歩いていたため、完全に犯人候補から外れるわけではありません。釣り特坂には犯行が不可能だと分かれば、秋を信じるか、穂積を信じるかの二択となります。うん、草加について、草加は人前でイチャつくほど釣りと仲が良さそうに振る舞っていました。ですが実際は釣りとはもう別れたいと思っています。うん、浮気相手がおり、キャンプ中にスマホに何度もメッセージが届いていました。草加の昨夜は異様に眠くて寝た。桜の木のそばで目覚めたが何も覚えていないという証言は、うん、いずれも真実です。うん、綿抜きから渡された高級ウイスキーに睡眠薬が入っており、それを飲み熟睡していたのです。うん、10月9日から10日の朝にかけて草加は眠っていたため、綿抜き殺害は不可能です。梅雨入りについて、数年前篠の淵キャンプ場で梅雨入りの姉が彼氏と心中し亡くなっています。ですが梅雨入りは姉が自殺したとは思えず、事件について調べていました。そして篠の淵キャンプ場で複数のカップルが心中している事実を発見。その日付はいずれも10月10日。何者かが心中に見せかけてカップルを殺害しているのでは、そう梅雨は推測します。梅雨は篠の淵に伝わる10月10日篠の淵の桜の木の下で愛を誓うと永遠に結ばれるという伝説も把握していました。梅雨は殺人犯をおびき寄せるために恋人の草加を連れてキャンプ場にやってきました。姉の死の真相を知ることが目的だったのです。しかし綿抜きが用意した睡眠薬入りのウイスキーを飲み眠ってしまいました。10月9日から10日の朝にかけて梅雨入りは眠っていたため、綿抜き殺害は不可能です。うん、綿抜きについて、綿抜きは気さくな管理人という印象ですが、実際は快楽殺人鬼です。ここは篠の淵にはもともと10月10日桜の木の下で愛を誓うと永遠に結ばれるという伝説があったのですが、その情報を独自に改変、複数の都市伝説の掲示板に何度も書き込みを行い、10月10日桜の木で首を吊って心中すればあの世で永遠に結ばれるという内容に塗り替えました。そして10月10日にキャンプ場を訪れたカップルを心中に見せかけて殺害、塗り替えた伝説はその偽装に利用していました。今回は草加と釣りが標的でした。綿抜きは愛し合う若いカップルを殺したいという願望があったため、草加が恋人の愚痴を言っていると愛し合わねばならんと怒鳴っていました。綿抜きは睡眠薬を混ぜた高級ウイスキーを草加と梅雨入りに飲ませることに成功。10月10日の午前2時、桜の木にロープをかけて草加を桜の木まで運びました。その時秋と鉢合わせします。驚いた綿抜きは草加を地面に落とします。草加が外で目を覚まし、泥だらけだったのはこれが理由です。綿抜きはナイフを取り出し口封じのために秋を殺そうとしましたが、逆に崖から突き落とされ転落死してしまったのです。以上です。なるほど。っていう事件。あ、これ点数計算とかないんやな、じゃな。うん。点数計算。とかないんや。秋はないとき、何をするかた？春があなた以外の誰かに投票する。うん、だけ？だけ。ああ、そうなんや。得点何回だ。俺はその2点だけやな。渡る木の真犯人に投票するのと、純、うん、と恋人関係と、あの、秋の予定を教えたことを知られない。うん。その二つやわ。マジか。うん。で、半分当たってたことや。うん。半分生きた。うん。俺は一個達成して、今日一個達成したってことか。そうやね。なるほどね。あ、そういうことか。うん。なるほどね。そういうことだ。以上でした。あ、前回の面白かったんじゃん。うん、面白かった。面白かったですね。いや、これは確かに、うん、ミスったな。いや、なんか、これなんか、伏線回収とかで面白いね。なんか、その、日の内リライトとか桜物用だったんですけど、パッケージが桜物にまでね、うん。あ、そうそう。そうですね、パッケージはね。っていうのと、うん、その、なんていうの、
こう、要は一番最初に春と秋にしたかっていうと、これ協力プレイじゃないやん、原則。うんうん、なのに春と秋にしたかっていうと、どっちか勝てば絶対犯人したかったやん、このゲーム上は。うんうん、で、やけど、俺が秋やって分かっちゃったら最初すぐ段階で面白くないから、うん、他の人が犯人になるように、疑えるように、ゲームの設計としてしてくれてたやん、うんうん、だから俺を草加とかそっちの方面に行ったやん、うん。なるほど。ってことなんやな、多分な。うんうん、そういうことや。はい。で、あと、リライトってやってて、俺も最初にリライトを出てたから、そのなんていうの。最初の、一番最初のところで、うん、あの、秋とち、あ、最初の情報は小学校の教師を目指し、教育学部に進学したいんだけど、リライトされて、うん、秋と違う道を歩むために、順を追いかけるために、教育学部に進学したって、あ、リライト、リライトされてね。ちょっと秋も多分リライトされてて、うん、最初はなんか普通に全然関係ないやつなんやけど、なんか最初。次に殺人した人間だったってリライトに参加されたんじゃない、うん、っていうのもあったから、あ、ミスったと思って、うん、そういうことかと思って。俺が犯人じゃないっていう風になってるってことは、確かに犯人ってリライトされてる可能性あるかと思って。うん、後々ね。だから、すごい伏線として面白かった。ないだね、最初ない、最終なり。綿貫を殺した犯人ではない、うん。春も秋が犯人ではないと確信しているから、うん、リライトされて、綿貫を殺した犯人である。うん、ってことやな。うんうん、ってことやね。だから、その、俺の方は、リライトされてて、醤油も多分リライトされてるから、秋は、この、秋が、うん、そういうことやな。そう、リライトされたってことやな。はいはい。俺、リライトされてるから、今回リライトされてるってことや。あの、秋が犯人じゃないっていうのが、リライトされて犯人であるってことになったんや。うん。それをなんかこう、序盤でもし読めてるとしたら、当てれてたってことやな。あ、すごい面白いゲームやな。面白かったですね。よく作られたゲームやな。すごい。感じやってた。まあ、前回より面白かった。前回より面白かった。二、うん、人やから前回より面白くなかったからさ。面白くないかなと思ったけど、うん、結構面白い。うん、またなんか二人用のやつやってみて、他のやつもやってみたいなってなって逆に。うん、なったね。うん、これなら。うん、面白かった。確かになぁ。これは面白いね。そんな感じでした。はい。はい。愛しろ愛しるよ愛しるよありがとうありがとうちょっとじゃあ、あ、待って。